しょうか。投了されるときによく水を飲まれるようなイメージ。あれは、まあ、喉乾くというか声がかすれないようにというのが昔の作法で、あの、ね、かけましたって声が出ないから出るように、その声がかすれないようにあの、お茶を飲むというのは昔の騎士の作法で、作法ですね。400年続いてる作法で400年かどうか分かんないも嘘も混ざってるので、その辺を忖度して聞いてくださいよ、うん。